プロジェクトワンダーワッフ。でも、今回は地下の秘密兵器工場で、かつてない破壊力を持つ究極兵器を研究して、第二次世界大戦の戦局を覆すのが目標な世界。このデモ版無駄に難易度が高く、動画見てたら途中で終わってるのしかなくって、続きが気になるってことで自分で最後までやってみましょ。これは最後が気になってもやってる方向けの動画なんだぜ。ようこそ基地へ。あなたはワンダーワッフの開発の機会を与えられた。資源を活用して敵の進軍を制御しましょう。なお、敵軍の進軍阻止に失敗するとゲームオーバーでございます。トップメニューに重要情報が記載されています。一番重要な進軍までの残り時間は左上に。これがゼロになったら終わりか。そして資源の金塊化学知識電力水。で、最後が次の輸送までの時間。これは本国からの追加の支援物資がこちらに届くまでの時間となります。それでは地下基地の構築、開始。まずは水ポンプと発電機を設置しろってよ。下のメニューからサクッと選んで水ポンプをホイッと。そんでハンマーが 100% になると施設が完成します。こうやってどんどん地下施設を拡張して兵器開発してくゲームなんな。地下には資源もたんまりあるので、それを採取していろいろ作ってく感じだよ。んじゃ、ちゃっちゃか開発しようぜ。あいよ。そうしてしばらくの時が経ち。戦線に金塊を送れ。進軍までの時間がないぞー。マリサー、金の製造はどうなってるんだー。隊長、もう溶かせる金鉱石がありませーん。なんだと。急いで掘れー、敵が来るぞー。隊長、この鉱脈枯渇しましたー。もうダメだ。デモ版とは思えぬ鬼難易度だった。私はこの世界の最後が気になるんだー。クリアするまで再チャレンジじゃー。そしてなかなかコツをつかめずこちら4度目のチャレンジでございます。それでは改めて、ゲーム、スタート。まずはポンプで水ゲット。こっちの倉庫に初期の物資が保管されてるぜ。そんでお次は発電機。最低限のインフラが整ったな。そして地下の資源の分布を確認。地形はランダムで生成されるのでこれがダメだったらリトライです。シビア。そして地下に行くエレベーターの建設位置を確認しつつ、次の施設を建てる位置を考えます。で、こちらに司令部をドーン。司令部では戦線に物資を送る指示が出せます。お次はトンネル掘り掘り。ひとマス隣にエレベーターを作る予定。エレベーターは鉱物がある場所には作れないから、トンネルで横を延長して下が掘れる場所を探してるんだぜ。エレベーター作ってる間に研究センターも建設。こちらでは物資を使用して、いろいろアンロックできます。プロジェクトワンダーワッフ、キックオーフ。まずは資源を採掘したいので工業をアンロック。序盤の研究はサクサク進んで気持ちいいな。お次は鉱山、これで資源が掘れる鉱山を設置できます。そんで同様に生産とセメント工場もアンロックします。今の4つの研究は初期資源だけで解放できたから楽勝だったな。さて鉱山を設置しましょ。まずは金鉱石。お次は鉄鉱石。そんで横穴掘りの銅鉱石。こちらも横穴掘りの石炭。石炭のところは1マス石も取れます。なお、一マスあたりの埋蔵量は違うので、その辺も多少気にかけております。さてこっちにも石用に鉱山を設置。序盤から忙しいぜ。お次はセメント工場を、ドーン。なお、説明が表示されてる間も敵の進軍は進むので、ゆっくり読む余裕はない。さあどんどん掘ってくよー。急げー、敵は待ってくれねーぞー。おっと水と電気が足りぬ。セメント工場では石をすべて採石に加工する指示をしました。掘った原料は自動で運ばれるぜ。もっと石を用意するのだー。あいあいさー。よし、最初に設置した鉱山から研究に必要な金鉱石が溜まった。早速化学をアンロックだぜ。続けて石炭でストレージをアンロック。さらに銅鉱石で宿舎をアンロック。化学者宿舎も金だけで OK なのでアンロック。どんどん研究が進むぜ。この勢いでワンダーワッフルで世界を救うのだー。ワッフルじゃなくてワッフだ。そんなうまそうなのじゃねーよ。この基地の鉄板ネタである。おい。お次はプレハブをアンロック。これでセメント工場でプレハブ壁が作れるようになります。メイン倉庫に鉄鉱石はあるかー。隊長、36キロありましたー。では夜金額を。隊長、4キロ足りませーん。時間がないのでマジ焦る。仕方ない鉄鉱石20キロで済む、研究室を先にアンロックしましょ。隊長、これで研究室が建てれますね。いや、建てるのにここで解放される、鉱板プロファイルが必要で建てれないよ。なんで建てるのに必要な素材が後でアンロックされんだよ。
まあ一応本部から追加支援で送られてくる可能性もあるよ。手遅れになるけどね。おい。とりあえずここの研究は前の研究が終わってないと研究すらできないので、アンロック必須でございます。これは難易度を上げるための罠なのか。ただただ設定画が倍のか怪しい感じだ。まあでも番だし結構いい加減な設定なのかも。さて鉄鉱石溜まったし夜勤額も研究っと。セメント工場で採石をセメントに加工。在庫を見つつプレハブ壁も少し加工。資源が邪魔でまっすぐエレベーターが作れない。横から鉱山作って無理やり開通させろー。これ、意味あるんすか？保管場所への距離が短くなると搬入が早くなるらしい。だが、全く体感はできない。ダメじゃねえか。ではお次は生産ラインをアンロック。製鉄所が稼働する頃になると、石炭が足りなくなるので、前もって石炭の確保するぞー。イエス、マーム。金属加工の効率化のアンロックには、セメントが50キロ必要か。さあ、声援さっきセメント全部プレハブ壁にしちまいました。貴様のせいか。加工が終わって無事アンロック。お次は従業員宿舎。さらに兵隊宿舎。やったー、これで部屋持ちだぜ。なお、建てても効果はわからない。おい。お次は食堂。金で食料が配給されます。調理とかじゃなくて買ってるだけじゃねえか。地下ですから。それではいよいよ生産ラインの工地へ行く。祖国のためにバリバリ働くぞー。まずは研究室建設のために交番プロファイルを作成するのだー。あいあいおっかさーん。完成待ちの間に兵器製造ラインもアンロック。これが稼働すれば戦線に兵器を送って貢献できるぜ。交番プロファイルが完成、研究室を建成へ。これで研究力が少しずつ増えていきます。ワックルワックルー。隊長、鉱山が枯渇しました。ぶっ壊して放棄しますか？再利用する、準備するからしばし待て。まずは倉庫の研究を終わらせる。そして資源回収量 25% をアンロック。これで少し資源が回収できるぞ。鉱山で使用する木材は本部が送ってこないと枯渇する。極めて重要な資材だ。了解。隊長の許可が出たぞー。枯渇鉱山閉鎖ー。閉鎖しないと電力と水を消費するから確認を怠るな。閉鎖確認、よし。さあもうすぐ製鉄所も稼働予定だ。金鉱石を採掘せよ。掘って掘って掘りまくれー。では製鉄所をアンロックして、金鉱石誘拐も解放しましょ。金鉱石誘拐は研究力だけで解除できるのか。頑張って研究室作った甲斐があったぜ。ここの3つは研究力だけでアンロックできるので、研究室ができちゃえば楽勝であります。さあ製鉄所の稼働だ、金の延べ棒を作るのだー。黄金無双。と見せかけてまずは交番プロファイルの材料となる、鉄製スプールを作りましょ。生産ラインでちょびっと交番プロファイルの予備を。隊長、警報が鳴ってまーす。なんだ、何事だ？ただのサボタージュじゃないかー。労働者、おこである。気を取り直して鉄鉱石誘拐のアンロックー。同鉱石もご一緒にー。あとちょっとで後半の研究にも手が出せる。楽しみだぜ。なんとなく気分で食堂を建設。サボタージュ減るといいな。製鉄所で金の精錬も始めたので、戦線に送って海戦までの日数を増やします。ついに祖国に貢献だー。でも金240キロで、1日しか日数が増えなーい。戦線は3つもあるから、全部に送ったらすぐ金なくなちゃいますぜ。金なくなちゃいますよ。間違えたのを上げ足取るんじゃねえよ。てへ。さあ金を誘拐するために石炭を掘るのだー。毎日石炭掘りで真っ黒クロスケになっちまうよ。キリキリ働けー。目玉をくり抜くぞ。研究で使うケーブルを作ろうと思ったら、材料のケーブルスプールの作り方がわからない。どうやらこの研究でレシピが解放される模様。必要なものの研究の方が後ろにあるの。絶対に罠だろ。不条理にもだえながら石炭を掘る。お前も真っ黒クロスケにしてやろうかー。意味がわからん。まあそんなわけで効率的な木材加工をアンロック。これは兵器製造ラインで使う空箱 S 空箱 M が解放されるので、かなり重要であります。だんだんと兵器開発っぽくなってきたな。無事研究も終わり、ケーブルスプールの生産に着手。金を少し使って食堂で食料を調達。その食料を使い従業員宿舎を建設。なんで食料が建材扱いなんだよ。この部屋芋でできておる。嘘をつくな。
そしてついでにアップグレード。アップグレードは電気だけでできる。現在使わないのはありがたいけどなんでだよ。なんか設定がガバガバになってきた。やっとの思いでケーブル100メートルを用意し、武器部品のアンロック。隊長、次の研究2つもケーブル100メートルずつ使いますよ。マジか。作れ作れー、ケーブルを作れー。生産ラインフル稼働、おーおん。そしてついに兵器製造ラインを稼働。生産ラインで箱を作り、すぐに取りに行ける便利な立地、という設定です。ただの脳内設定かよ。近くても効果がわからん。そんな兵器製造ラインではとりあえず武器部品を生産開始。戦線に送るためのピストル溶弾薬は、武器部品と空箱 S で作るのでその前段階となります。もちろん生産ラインでも空箱 S を大量生産。着々と準備が進んだ。作れー作れー弾薬を、お国のためーなら弾薬ら。こうして秘密基地で作られたピストルの弾は、100ピースで1日の日数を伸ばすことができた。1日伸ばしてもあと4日しかないのか、そろそろヤバくなってきたぞ。うおー、とにかく掘って1日でも長く生き残るのだー。近場はだいたい掘り尽くしちまった。あとトンネル、アップグレードボタン押すだけでアップグレードできるんだけど、これ意味あるの？私に聞くなよ。てか資源使わずにアップグレードできるなら最初からしとけよ。ぐぬぬぬぬー、あと2日しか猶予がない。弾薬だけでは間に合わず、金を放出してなんとか1日しのぐ。うおお、ギリッギリ職人の腕の見せ所だー。ただの自転車操業じゃねえか。起死回生のためだ、なけなしの資材を使い、ライフルを研究して巻き返すぞー。いくつかの銃器が増えたが違いがわからん。とりあえず空箱 M と武器部品で作れるみたいですぜ。では空箱 M を量産しライフルを作るぞー。かしこまりました隊長殿。だが6ピース作ったライフルを送っても、1日も進軍を遅らせることはできなかった。弾薬を混ぜてごまかした。組み立てに使う資材の量も考えると、どうやらライフルは効率が悪いっぽい。なんで後で解放されるものの方が効率悪いんだよ。今後の研究もやばいかも？って、ああ、よく見たら気圧移行の研究資材、金だけになっとるー。設定がバガバ確定だ。これはデモ版は気圧解除で終了が濃厚だ。なお、気圧解除には、金2000キロとウラン100キロが必要だ。ウランは地下深くで見ました。金は気合で掘ってみせますぜー。マリサに投兵、頼もしいな、任せたぞ。イエッサー。木材が枯渇した。外にいっぱい生えてるのに。お外、寒い。じゃあ仕方ない。本部が木材送ってくれないと空箱が作れず、弾薬すら作れない。鉱山作るのにも木材必要なんで、資源枯渇したら積みますぜ。本部がたくさん木材送れるように倉庫を作ってみよう。なお、何の効果も感じられなかった。ダメじゃねえか。おまじないってことで、倉庫に木材搬入の設定だけでもしてみましょ。一応使ってるみたいだけど効果が目に見えない。海鮮まであと1日。もはや猶予なし、ギリッギリになってきた。このままでは自利品だ、生産ラインを増築するぞー。節約に節約を重ね、なんとか生産ラインを増築した。ここでは鉄製スプールから常時交番を作成せよ。了解。こっちには兵器製造ラインを増築だー。こっちは生産ラインで作った交番で、武器部品を常時作成せよー。ひー、忙しくなってきたー。最初に作った生産ラインでは、空箱 S を常時作成ー。木材全部使ったら鉱山建てれなくなりますぜ。そこは在庫を確認しつつ、タイミングを見計らって停止するから大丈夫だ。おいっす。ピストルの研究をしたいが金がもう6キロしかない。穴掘りの時間だ。掘れ掘れ掘れー、金を掘れー。隊長、警報です。またサボりか、働けー。ふっふ、ピストル弾薬の大量生産が軌道に乗ったぞ。おーおー、生産量が向上して回線の先延ばしに成功だー。あとは生産量を維持しつつ研究に邁進だー。ワッフルワッフルー。研究資金が足りない、金をもっと掘るのだー。でも鉱山を建設する資金すらありません。畜生。弾薬の確保は安定したが、それを維持する鉱山の建設で資金繰りがギリギリだ。資金不足でなかなか研究が進まない。本部、支給資金の送金を頼む。やりました。次の輸送で金が400キロ送られてきます。
よし、これでまだ戦える。輸送列車到着まであと3秒。金、到着しました。早速石炭の鉱脈を設置せよ。大至急着手します。どうした?謎の力で設置できません。ここに来てバグる。ここも設置できません。とにかく手当たり次第掘れる場所を探せー。こんな感じでトラブルもありつつもなんとかピストルのアンロックに成功。長い戦いだった。残るはティア2のみだー。さあ、地下深くに埋蔵するウランを掘り出せー。うおおお、地下エレベーターを拡張だー。そうして厳しい労働の末我々はウランの大鉱脈にたどり着いた。隊長、エレベーターがウランの色に。ただのバグだ、直ちに影響はない。ふう、あとは金の精錬を待てば終わりか、やっと一息つける、コーヒーでも作るか。隊長、警告ブザーが鳴ってますよー。あれ、隊長どこ行った?なあ、なんじゃこやあ。安定のやらかしー。こうしてトラブルにより研究は一歩後退。やっちまった。やっちまったよ。泣きながら施設を修復したが使った資材は返ってこなかった。頑張って遅れを取り戻すぞー。金2000キロ貯めればティア2解放だー。ラストスパート気合を入れろー。そうして施設とか覗いて時間を潰して、金が貯まるのを待った。工場のラインが安定して結構余裕ができたけど、しっかり見張ってないとサボるから張り付いております。さっきがっつりやらかして施設めっちゃ壊されたもんな。あれは悲しい事故だった。おい。そして暇すぎて無駄にトンネル掘り出した。横穴掘るだけなら資材使わないけど、無駄な労働させるんじゃねえよ。下っ端は黙って働けー。ちぇ。隊長、やっと金が2000キロ貯まりましたー。よし、ティア2を解放だー。って、あれ、ウランが足りない?私掘ってちゃんと倉庫に入れたよ。確かにウランは倉庫にあったはず。ああ、これウランじゃなくて、ウラン鉱石やないかーい。ウランに生成しないとダメなのね。そしてウランに生成する施設はないと、完全に積んだ。我らはまだ戦えるのに、畜生。倉庫は物資で溢れておるぞ。こらー、本部、電話に出ろー。これはどういうことだー。ち、本部だんまり決め込んでるぜ。何がワンダーワックの開発の機会を与えてやるだ。絶対にできない研究なんてさせやがって、許さんぞ。きっと我らは軍の士気を上げるために、嘘で塗り固められた兵器の開発をさせられたんだ。秘密のプロパガンダ作戦、それがワンダーワックの正体だったのか。こうして私たちの地下基地での研究は終わった。こんな感じのプロジェクトワンダーワックでしたが、いかがだったでしょうか?結局ワンダーワックは見れなかったし、もやっとしたままだったな、所詮デモ版よ。開発が進んで細かいところが修正されたら面白くなるかな?ではプロジェクトワンダーワックはこれでおしまい。今後もちょいちょい動画更新しますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますー。ワックルワックルー。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。